確私はあの夏に起こった出来事をいつまでも決して忘れないだろう。この広い野原いっぱい咲く花も一つ残らずあなたにあげる赤いリボンの花束にして、これが私が覚えているあの夏のすべてだった。その後、小説家として成功した私は、今ではニューヨークのブルックリン橋が見えるホテルに住み、そしてこの幼き日の物語の最後を彩るエピローグの言葉を探しているのだ。
そういえば2001年のカウントダウンの時には、調べやもやも久しぶりに日本から遊びに来るらしい。さよなら20世紀。